そうですね、仕事の時は旧姓の佐々木で、普通の時はママ。まあ、はい。か呼ばないで話しかけれるか、あとお前だ、お前もあります。出会った頃はたまに彩香っていうこともありましたけど、彩香。どうしたのって感じですね。まあ、もう一番最初に思ったのは、はいみたいな。5年とかだから完全に違和感。普通に呼んでくれたので嬉しい、あ、嬉しいもんなんだなっていうか、なんか昔に戻った感じがする。ママとしてだけじゃなくて、なんか一人の人としてじゃないですけど、変わりましたね、ちょっと。